エントリーできるところっていうのはたくさんあって、そんなに難しいものじゃないんですよ。エントリーの手法、タイミングっていうのは損傷利大リスクリワードレシオのいいトレードを意識して、下限で買いでポジションを持っていくっていうことで、損傷利大のトレードができてるから、はい、どうもショウです。今日は4月の15日土曜日です。で、ドル円の環境認識を行う前に一つね、大事なお話をしたいと思います。僕普段から、損傷利大のトレード、そしてリスクリワードレシオのいいトレードを意識して、この FX のトレードやってます。それ日頃から動画の方でも言ってるんですけど、そもそも損傷利大って何なの？リスクリワードレシオのいいトレードってどんなトレードなの？って感じてる方、思ってる方もいると思うので、今日はね、そのあたりを掘り下げてお話ししていけたらなと思います。じゃあ、チャートをもとにね、わかりやすく説明したいんで、これだと説明しにくいから、新しくチャートを表示させて説明していきます。で、この場合何分足がわかりやすいかな。これね、デフォルトだと1分足が出てくるんですけど、1時間足あたりで説明していきますね。例えば、ここね、こんな感じで、下降の波が出てて、ここが上昇トレンドに切り替わった、この後にできたレンジ、ここのレンジでトレードするとします。例えば、このレンジ付近でもトレードの仕方って何パターンもあって、一つが目線は上だから、ここのレンジのできるだけね、レートを引きつけて、下限で買いでポジションを持っていくっていうトレード。レンジの上限まで狙っていく。もしくは、ブレイクアウトの第一波を狙っていくっていうトレードのシナリオ。ここのレンジの上限のブレイクアウトを狙って、買いでポジションを持っていく。ここでポジションを持つパターン。ここでポジションを持つパターン。で、さらにもう一つが、このブレイク後の戻しを待って、ここで買いでポジションを持つパターン。こんな感じで、エントリーの手法、エントリーのタイミングっていうのは何パターンもあるんですね。この FX のトレードにおいて、エントリーってそんなに難しいものじゃないんですよ。エントリーできるところっていうのはたくさんあって、大事なのがさっき言った損傷利大、そしてリスクリワードレシオ。まあ、ほぼ同じ意味なんですけど、このリスクリワードレシオっていうのは、その一つのトレードを行うにあたって、利益方向に伸びる可能性と、損失方向に伸びる可能性の比率。この比率、例えばブレイクアウトで買いでポジションを持つとします。で、戻ってきて、さらに上昇していってる。この買いでポジションを持った場合のどこまで利益が伸びるのか、どこまで利益を伸ばすことができるのかっていう、この可能性と、自分の思惑と反対方向に損失方向に動いた場合、どこまで損が伸びるのか、どこまで損が伸びるのかっていうとちょっと意味が違ってくるんですけど、利益方向に伸びた場合と損失方向に伸びた場合のここの比率。ここの比率がリスクリワードレシオ。ここの比率が利益方向に伸びた場合。ここが、まあ、パッと見で1対3くらいになるのかな。ここの比率が利益方向の数字の方が大きい。これが損傷利大のトレード。僕のトレードは勝率よりもここのリスクリワードレシオを意識してて、自分の許容損失の範囲内で細かく損切りをしていくんで、ここの勝率は結構低めなんですけど、このリスクリワードレシオの比率が高い、損傷利大のトレードができてるから、トレードを繰り返すことによって利益をしっかり積み重ねていける、そういったトレードのスタイルでやってます。さらにね、トレードの精度を上げて勝率を高めていけば、まあ、もっともっと利益は増やしていけるんですけど、勝率を上げようとするとトレードの回数が減ってしまうんで、ここのバランスですよね。このバランスは自分がチャートを見れる時間だったり、トレードを行う回数によっても変わってくるんですけど、まあ、こんな感じで損傷利大のトレードを心がけてほしいなと思います。このリスクリワードレシオ、まあ、利益方向にどこまで伸びる可能性があるのか、損失方向に動いた場合どこで損を確定すればいいのか、ここがある程度もうチャートからね見れないと、このリスクリワードレシオのいいトレード、損傷利大のトレードっていうのは行えないので、そのために僕はこのチャートを元にしたテクニカル分析を行ってます。このあたりの具体的なチャートの見方、チャートからそこを算出する分析方法っていうのはファーストプロジェクトの方で学んでいただけるんで、まあ、動画の概要欄にあるね LINE 公式登録して無料で入手できるファーストプロジェクトで学んでみてほしいなと思います。かなりね、実践的な内容手法教えてるんで、ぜひね入手してほしいなと思います。
はい、じゃあ続けてドル円の方見ていきたいと思います。今週のドル円、次から見てたのがこの辺りですね。ちょうどさっき見てたここのレンジをブレイクして、この辺りまで見てて、今これ1時間足見てて、4時間足で見てもここの下降の終焉を迎えて、目線が上に切り替わって外方向へのバイアスが強くなってたという話をしてて、そこで終わってるのかな。で、もうここのレジサポが転換して、ここのさっき言ってたレンジをブレイクして、この上値を押さえていた水平線がサポートになり、このまま上昇していってる。で、この日足で引いてたここの水準で一度上げ止まりですね。レジスタンスされてる、上値を抑えられてる状態です。で、一度またここの急上昇の起点付近まで落ちて、で、これ昨日かな、昨日また一気にこの日足で引いてたこの水準まで上昇してきてるっていう状態です。これね、一見この辺りとかかなりね激しい値動きに見えるけど、こことかもね、昨日の急上昇とかもかなり激しい値動きに見えるけど、実際過去を見るとそうでもないんですよ。過去を見ると多分腑に落ちる。ここに急上昇が入って、ここを起点、ここを終点として見れるわけじゃないですか。で、1時間足レベルでこういった動きが出てるってことは、その後このよくわかんない動きっていうのは、所詮はこの1時間足で見た起点終点のこの値幅で動いてるだけなんですよ。なんで現時点で、1時間足で見てもここの上昇トレンドの最後の波の起点終点の値幅の中で、下方向にも上方向にもブレイクしていない状態だから、この中でこういった意味のわからない動きをするっていうのは結構よくあることで、方向感のない相場になっちゃうんですよね、こうなった場合。結局レンジとして見てるんで、例えばこれをブレイクしていくようだったら、ちょっとこの手前見てないんですけど、その後の動きっていうのは割とスムーズになってきます。ここもね、このタイミングで下に抜けてたら、またこんな感じで下方向へのバイアスが強くなってね、また違うトレード戦略を練ることができるんですけど、この中で例えばこう下降トレンドが出てて、で急にこの起点付近まで戻してる、こういった動きを見て、FX よくわかんねえなってなる人もたくさんいるんですけど、まずは直近の相場の動きに翻弄されずに過去をしっかり見てほしい。こういった過去を見ることで、ここの水準を上もしくは下にブレイクするまでは、この中ではどんな動きをしてもおかしくないっていうふうに思っておく。それを把握した上で買い足でトレードを行っていく。ここの上下のレジサポを使ったり、買い足で見たこういった水準ね、山や谷に引ける水平線を使っての短期的なトレードとかね、そんな感じでトレード戦略練っていけると思います。話それちゃったな。はい、じゃあ順番に上位足から見ていきますね。はい、じゃあ週足からね、一応おさらいで。で、週足では上昇の波ができた後、目線が下に切り替わり、どちらかというと下方向へのバイアスの方が強いのかなと。で、21SMA 自体も まだ下を向いてる状態ですね。ただ、ここで底根を切り上げる状態で、今ね、この N の形を作ってるんで、もしね、この日足の買い足の波でこういった動きが出てきて、で、前回のこの高値を超えてくるようだったら、上方向のバイアス強くなってくるのかなと思って見てます。はい、で、次、日足。さっきの週足の形をイメージした上で、これね、水平線、引きすぎとか、水平線引きすぎてごちゃごちゃして見えないみたいな意見をしてくる人もいるんですけど、イメージしてみるのが大事で、だったら自分でやれよって話なんですよ。文句言う人は見なくていいです。あくまで僕の見解として YouTube で公開してるだけなんで、そういった人は他の人の発信を見るか自分でやるかしてください。日足で見るとこういった波、このような感じかな。日足で見るとね、下降トレンドが続いてて、で、これね、やっぱトレードしてると水平線の数って増えてくるんですよ。機能してないものは順番に消していくんですけど、僕今これ1画面で説明できるように一つのチャートにね、買い足まで水平線を引いちゃってるんで、上位足で見たときこんな感じになってるんですけど、実際マルチでトレードをする場合、日足まで水平線を引いたものをコピーして買い足に落としていけばいいんで、もうちょっとシンプルに見えると思います。わかりにくい場合はこうやってチャートにね、ジグザグを描いて、これエピックペンっていうツールをダウンロードして、これ有料のアプリになるんですけど、ダウンロードして使ってみてください。
こうやってチャートにね、自分でなぞってジグザグを描くことで、さらに分かりやすくなると思うんで、ぜひね、このツール、他にもこのツールあると思うんですけど、使ってみてください。ここの最安値を作った起点、この辺かな、を上に抜けて、今、目線で言うと、上方向へのバイアスが強くなってるっていうふうに見てます。水平線は直近で言うと、引かなくてもいいのかな。この辺りを消していってもいいかなと。そんなガチガチにね、この水平線取られる必要はないんですよ。自分の主観で引いてるものなんで。ただ自分の主観では引いてるけど、多くの人はどう見てるのかっていうのを意識しながら引いていく。消す時もそう、自分の主観で引いた水平線機能していなかったら、多くの人はもうそのレートを意識していないんだろうなっていう判断で消していく。そんな感じで見ていくといいと思います。で、次4時間足で、日足では上方向の、なんかこうあんまり難しく考えすぎない方がいいんですよね。チャートをシンプルに捉えた方が勝ちやすいです。で、4時間足で見ると、これ結構直近で見て引いてるんで、例えばここを最安値として、それを作った起点の水準上に抜けてきてる、この時点で目線が上だから、ここを最高値として見てると、こんな感じでここ下降トレンドが出てる。この下降波を打ち崩すような形でブレイクしてる。なんで4時間足でも、今結構大きなレンジにはなってるけど、この値幅で目線は上の状態で、この値幅でレンジになってるっていう風に見ていきます。なんで今週1週間4時間足では目線の転換はなしかな。ここブレイクしてるから、細かく見てったらこの辺りが起点になって目線が切り替わってるっていう見方もできるんですけど、パッと見、大きく見た感じ、そんな風に見ていきます。こんな感じで見ていいと思います。この値幅でレンジ、この中の水平線を消しちゃってもいいと思います。のが分かりやすいんでね。で、水平線引いた後にもう一度こうジグザグを描いてみる。ここは引いても引かなくてもいいかなって思います。で、これをもとに1時間足、1時間足の説明さっきしてたんですけど、1時間足に落としていく。すると、4時間足で見た形とほぼ一緒に見えてくると思う。この時点で1時間足で見て、これ大事で、上位足で引いた水平線に対して買い足での動きを見ていくんですけど、1時間足で見てもこの4時間足で今引いた水平線機能してないですよね。こんな時はもう消しちゃいます。1時間足で見るとしっかり意識されているのがこの水準となっている。4時間足で引いた水平線が1時間足でも意識されている。こうやって見ていくと、ここの値幅が約200ピップスくらいあるんですけど、1時間足レベルでこういった急上昇が入っちゃってるんで、その後ね、こんな動きをしても、これは不思議じゃないかなって僕は見てます。で、1時間足で一応水平線波形を見ていくと、ほぼ一緒なんですよね。なので水平線引く必要がない。例えばこの中でこんな感じで1時間足で目線の概念を無視して水平線を引いてみる。例えば僕普段1時間足は緑で引いてるんですけど、緑で引いちゃうと分かりにくくなっちゃうんで、例えばこの白で山や谷に引いておく。この1時間足レベルでこの水平線を使ってトレードをするんじゃなくて、さらに買い足に落としてトレードを行う。なんで、この場合、シンプルに考えてほしくて、例えば、ここ5分足でね、このレンジの中で、目線は上方向だから、5分足で大きな下降が入ったと。上を試して、この辺りずっとね、レンジになってて、微妙な動きをしている。その中で、ここで分かりやすい急上昇が入った。その時に狙えるところで言うと、直近のここの起点になってた1時間足でさっき引いたね、この水準がみんなが決済するタイミングで、ここをブレイクしていくようだったら、日足で引いてたこの水準くらいまでは上方向を狙っていける。だから例えばこの急上昇の場面に出くわした時、ここの急上昇が入った後、例えばこういったフラッグの形を見つけてブレイクで入って、割と堅実にこの辺りで利益確定をする。もしくはそのままポジションを持っていって、この日足レベルで引いてたさっきの1時間足4時間足のレンジの上限までポジションを持っていく。こんな感じで1時間足レベル4時間足レベルで大きな急上昇急下落が入って、どんな風にトレードしていいか分かんない場合は、買い足に落としていって、その値幅の中でトレードできるところを見つけてトレードしていく。そんなイメージでやってみればいいんじゃないかなと
思います。長くなったんで、まあこのあたりでね、はい、こんな感じでトレードに対する考え方、まあ今回は損傷利大の考え方、リスクリワードレシオのいいトレードを行うっていう考え方、まあこの2つを掘り下げて説明しました。具体的なこの損傷利大のトレードのやり方はファーストプロジェクトの方、そして無料で学べる LINE 公式の方で詳しく教えてるんで、ぜひねどちらも入手してみてください。 LINE の方は動画の概要欄の方から追加できます。まあ、無料でやってるし、いつまでこういった発信をするかわかんないんで、期間限定になってます。ぜひね今のうちに登録して自力でお金を稼ぐための知識やマインド身につけてほしいなと思います。じゃあ YouTube の高評価、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、以上です。